ああ、結構長いな、群青だけで。群青長ない？いや、もう群青の洞窟クソ長いのによう来るわ、お前ら。待てって言われても待てないよ。ほんとだよ。あ、あれは？今度は、火山か。炎の山だ。うわぁ。あそこに通ることできるのかな？でも後ろから追ってか迫ってくるし、行くしかないってことになるんですよ。選びようがないよ！行こうしよう！そうなるよね。結局、炎に向かっていかった。なんて奴らだ！ 俺あんなとこ行くのやだよ。ドカドカドカ。ここにいてもしょうがないよね。逃げるにはこの山を抜けるしかないんだ。もう、さっきの群青でも結構危なかったぞ。よし。うわー、でも待って待って、まだ中腹？うっそー。じゃあ、着いた着いた。ここな、炎の山頂上は。しかしすごいね、ここは。いくら火山といえ、この溶岩の多さは普通じゃないよ。これも自然変動の影響かもね。ふう、熱い。今にも焼け出すぞ。炎タイプだろ、お前は。待て！抜けられません、そう簡単には。なんで中腹があったかを理解しないとダメだもんね。山の叫びが聞こえる。苦しくて悲鳴を上げているのだ。お前たちなのか、炎の山を苦しめるのは。違うよ、僕たちじゃない。僕たちたまたまここを通ろうとしただけだよ。たまたま。いやー、どうも。どうも。ゴッドバードさん。山の怒りは私の怒り。私の名はファイヤー、炎の化身。山を荒らす者は許さない。覚悟！突破しましょう。いけるいける。さあ、問題はですよ。この初手。どうしようかな。どうせ効かないんでしょ。状態上今回効かないから、今作に至っては。難しいところだな。やっぱりゴロンにしなきゃ。とっか、とりあえず。それか、吹雪でいいな。吹雪しようか。プレッシャー！プレッシャーあるか。そういうことできんの？お前。ちょっと離れたとこから攻撃できんだ。へえ。そういうことができるのか、お前。さすが大きいサイズのモンスターちげえな。おお、俺の実ねえな。俺の実がねえぜ。どうしたもんか。俺の実ないじゃん。死ぬ死ぬ。きつい。やっぱりダメか。俺の実がなかった。なんでだよ。なんで俺の実がないんだよ。よっしゃー！よっしゃ、危ねえ！ああ、よかったー！ギリギリー！危なかったー！いや、これは難易度高いわ。高速移動とか使ってきよるし、俺の見なかったし。ああ、危ない危ない。待って待ってよ！僕たち悪さの基地にここに来たわけじゃないんだ。ただ追われてこの山に来ただけで、それに苦しんだのはこの山だけじゃない。今いろいろな場所が自然変動にやられてるんだ。僕たち今は追われてできないけど。でも、自然変動に苦しんでるポケモンたちを助けたいんだよ。
その話本当なのか？本当だよ、信じて。もし嘘だと思うなら、僕の目を見て、糸目めっちゃ糸目だぞ。エネコもヒノラジも糸目だぞ。ああ！よろしい。あなた方の話信じましょう。急に丁寧語になっちゃったじゃん。ここを通りなさい。炎の山を抜けるのです。そして、約束してください。必ずや被害の原因を突き止めて、これ以上自然変動が広がらないよう食い止めることを。分かった、約束するよ。と言っても今すぐは無理だけど。うおぉうおぉすぐやります、やりますよ。でも僕たちは救助隊なんだ。必ず自然変動の原因を突き止める。約束するよ。約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、それを忘れなければ。お前マジで強かったからな。いえ、ただここは飛び立とうと思っただけです。わざわざ。では、いやマジでファイヤー強かった。危なかった。俺の見ないのはやばい。ほんとに危なかった。すごくわかったよ。でもファイヤーが分かってくれてよかったよ、本当に。さてと、僕たちも抜けよう、炎の山を。ファイヤーが追っ払ってくれればいいのに、他の奴ら。よかった。すごく、たくさん歩いたね。僕疲れたよ。ちょっとやつも？この BGM って。ああ、やっぱこの BGM あれだ。いい景色だね。あ、ほら、シオ見てよ。炎の山があんなに小さく見える。本当、だいぶ遠くまで来たよね。ねえ、シオ。炎の山を越えるのがとても大変だったし、あそこを越えられる気持って少ないと思うんだ。そしてその後、僕たち必死でここまで逃げてきたわけでさ。正直僕思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンでもう誰もいないんじゃないかな。え、まだいるって？誰なのそれは。そっか、フーディンか。フーディンたちのチームならここまで来れそうだよね。うん、しょうがない、行くしかないよね。とにかく誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こう。ん？どうしたの？行かないの？しよう。え？僕は疲れてるんじゃないかって？追っ手が来るんだ。休んでなんかいられないよ。それに、僕言ったじゃないか。僕、しようについてくって。そんな顔しないでよ。平気だって。行こうしよう。僕どこまでついてくよ。こうしてシオたちの過去の旅は続きました。急に絵本風に戻るんじゃないよ。彼らより厳しい場所を求め、北へ向かいました。うん、急にあの絵本風に戻るんじゃないよ。山を飛ぶ、この山を越え。ぬかるんだ沼を抜け。凍った崖を登り。潮たちはとうとう雪が積もる。あそこだよね。出たー、溶接の地。うー、寒い。ヘイジュン、炎タイプなのに。ひえー、鼻水の凍っちゃいそうな寒さだよ。ずいぶん寂しいとこに来ちゃったね。雪も積もってるし。さっきから他のポケモン全然見当たらないし、もしかしたらもう誰もいないんじゃないかな。ん、どうしたの？アブソル！アブソルかー。あれは、さっきのは一体ポケモンみたいだったけど、気のせいじゃないよね。確かに誰かいたよね。こんな寂しいところで何してたんだろう。まあ考えてもわからないよね。先を急ごう。
樹氷だ。木が凍ってるよ。おお、綺麗。すごい。氷の粉が空から降ってる。綺麗だけど、ものすごく厳しい場所なんだろうな、あそこ。ここを抜けましょう。やっぱりここを越えないといけないんだよね。寒さがすごく厳しいわけ、あまり行きたくないけど、でも逆にずっとここにいてもしょうがないし、前進あるのみだ。頑張って越えていくしかないよね、しよう。曲がさ、不穏なんだけど。いやー、進んでいくしかねえな。よし、行こう。今回はね、ティラが活躍しそうだな。よし、来た。うん、来た。だいぶ森の奥まで来たね。ここを抜けば出られるかも。もう少しで頑張ろうね。来たー。ん？チオ、なんか、ミオなんかなかった？だよね。なんか声が聞こえたような。気のせいかな。この上からの視点がもう当たり前になってきたじゃん。引き返すのだ。ここは通れない。誰だ？ここを通ることは許されない。どうしてもここを通りたかったら、その時は、私を倒してからにしろ。もう、霊気と山頂来ちゃ、もう、ファイヤーサンダーって来ちゃったじゃんもんね。そりゃ来るわ。うわぁ。うわぁ、綺麗だわ。なんか、相手に言うときも綺麗だけど、綺麗って言っちゃうわ、もう俺。私はフリーザー。氷の使い。森に入ってきたものは全力で倒す。覚悟！サーボ戦だ！ファイヤーについてこいつもきゃ。さあ、こいつもなかなか大変そうなんだよな。どうしよう、とりあえず、まあ、とりあえずね、寝といて。俺、とりあえずお前は寝ろ。うん。で、俺は前に行く。往復ミント当てれる状況にします。まずは往復ミント当てれる状況にする。これが強いからね、往復ミントは超強いから、やっぱり。粉雪！よし、起きる！あ、木！この往復ミントでゴリ押していこう、どんどん。これが当たれば超強いからな。さあ、ここに風。おー、でも、よう避けるね。よく避ける、よく避ける。いいよ、いいよ、いい感じ。いい感じにダメージ与えた。エネコは倒れてほしくないが。あ！凍った！やばい！ここの氷はやばい！リーダー借りない？リーダー借りない！くそー！その氷はもう事故だろ、これ。あ、よけた！これ溶けた溶けた！ラッキーラッキー！ここは食べていただきたい。よく、こう溶けたわ。よく溶けた氷、ナイス。PP0。え？あ、終わった。氷が怖かっただけやった。なんか突然終わった。前半戦が良すぎたんだ。お願い、フリーザー。僕たちどうしても先に行かなきゃならないんだ。頼むからここを通してよ。ダメだ！通すことはできない。なぜ？どうして通っちゃいけないの？この冷たい森の空気が、ここに来てかなり暖かくなっているからだ。あ、暖かい？僕すごく寒いんだけど。森の冷気が乱れ、雪が溶け始めてる。今まで溶けたことのない雪が溶け始めてるのだ。これは今まで一度もなかったことだ。そしてお前たちが森に現れた。これはお前たちの仕業ではないか。そんなことないよ。そんなの偶然だよ。ねえフリーザー、よく聞いて。ここの雪が溶け始めたのは僕たちのせいじゃない。ここだけじゃない。今はいろんなところで自然変動が起きてるんだ。僕たちがここに来なくても霊気は乱れてたよ。そんなこと信じられるか。わあ、問答無用、覚悟しろ。待て。来た、イケメン。あ、アムソル。
この者たちの言うことに偽りはない。自然変動は今至るところ起きている。本当なのか？間違いない。私は自然変動をキャッチする力がある。しかも今回は今までに感じたことのない特別なものだ。ここだけではないのだな、自然変動は。わかった、お前たちを信じよう。ここを通るがよい。フリーザー、ただしこれ以上自然変動が広がらないよう食い止めるのだ。頼んだぞ。うん、約束するよフリーザー。ふう、助かった。ありがとう。おかげで助かったよ。礼を言う暇があるなら、一刻も早く自然変動を食い止めることだ。このままでは良くないことが起こる。私の本能がそう告げているのだ。うう。私は自然変動の恐ろしさを察知し、危機を感じる前ここにやってきたのだが、ここから力を合わせた方が良さそうだな。私もお前たちの仲間になろう。本当に？ああ。自然変動を食い止めるには協力した方がいい。私の力を貸そう。ありがとう、アブソル。暗闇峠キャンプとともに、アブソルが仲間になってくれた。イエーイ、アブソル。お前はね、いいやつだよ。かくして、樹氷の森を越えた潮たちは、さらに北を目指しました。そして先に進めば進むほど厳しさも増していったのです。雪山の道がひたすら続いてる。ここまでかなり歩いたな。チラもだいぶ疲れてみたいだ。今まで必死になって旅を続けてきたけど、この先何があるんだろう。本当にこれでよかったのかな。寒すぎる。あたりはもう雪だらけだね。さっきからずっと同じ景色だし、これ本当に先に進んでんのかな。ねえしよう、思うんだけどさ、とうとう誰もいない場所に来たって感じだし、この先歩いても何もないって気もするし、もうかなりヘトヘトだし、僕たちどうなっちゃうんだろうね。そうだよね。ここまで来てどうなるも何もないよね。ごめんしよう。僕弱気になっちゃった。死を信じてここまでやってきたんだもん。僕これからも死を信じるし。どこまでついてくよ。ティラはまだ信頼してくれてる。なので自分が迷っちゃダメじゃないか。もっと自分を信じるんだ。え？なんだ？今のは。めまいかな。ん？どうしたの、しよう。ついにここまで。誰かがかかりかけてくる。おお、ついにここまで来たのですね。サーナイトが夢お待ちしておりました。サーナイト、よかった。やっとお会いできましたね。あ、二人には見えないんだよね、やっぱり。ねえ、しお、どうしたの？さっきから独り言言って。他の方々に私の姿は見えません。私の姿はあなたにだけ見えるのです。ここからもう少し進んだところに、氷雪の霊峰という山脈があります。その頂上の奥に、キューコンがいます。キューコンはあなた方が来るのを待っています。気をつけて。ねえ、しおってば。どうしたの？一体何があったの？そっか、そんなことがあったんだ。サーナイトが現れて、それでさっきボケっとしてたんだね。しかし、キューコンって伝説なんか本当にいたんだ。それであそこの頂上にキューコンがいるんだね。しよう、ここまで頑張ってきた甲斐があったよね。キューコンに会って本当のこと聞こう。これで騎士郎の歌声もやっと晴れる。よかったよかった。
ねえ、しおう。そんな不安そうな顔しないでよ。大丈夫だって。そりゃ、しおは、九個に会うと怖いと思うよ。サナライトを見捨てたひどい人間は、もしかしたら自分かもしれないって。ついそんな不安な気持ちになっちゃうよね。でもありえないよ。そんなことは絶対。なぜって、そりゃちょっと前は疑ったこともあったけど、今は。あれ？どうしてかな？ほんとどうしてだろう。でも、とにかく塩はいい人だし、前に、僕が救助隊やりたいと思った時に、小さな森塩に会った。思い返すとその時は何かピンとくるものがあったんだ。ほんと不思議だよね。でも僕は、塩を信じるよ。とにかくあそこに行けば真実が明らかになる。塩頑張ろうね。アムソルお前なんか言えよ。てめえなんか言えよ。なんで何も言わねえんだよ。言った着いた。20回構想だったから長かったなぁ、さすがに。やっと着いた。ここは頂上だよね。キュウコはどこにいるんだろう。いた！塩たちを見つけたぞ。え？ああ！フーディン！やれやれ。やっと追いついたぜ。おかげでこんな遠いところに来るはずになっちまった。まあ、そういうのはバンギアス。やっとここでキリをつけられるんだ。俺は戦いが来たくて、もううずうずしてたんだぜ。ティラー、悪く思うなよ。俺は容赦しないからな。シオ、できればこうはなりたくなかったが、これも運命だ。平和をもたらすことがわしたち救助隊の使命なのだ。わしたちは、お前を全力で倒す。行くぞ！え？これ、でもバトルなかったような気がするんだけどな、俺。ね、みんな吹き飛んだらと？ないよね、バトルないはずだもん。てか、アブソルお前喋らねえけどめっちゃ活躍すんじゃん、お前。そんなかっこいいのありかよ。めっちゃいい勝負すんじゃん、おめえら。これ DS でやったんだよな、でもこれ実際本当に。待て！ぐっ。キュウコン。キュウコン。なに？キュウコンだと？あれがキュウコン。伝説は、やはり実在してたのか。戦いをやめるのだ、フーディン。この者は、私の客だ。教えてくれ、キュウコン。伝説に出てきた人間は誰なのかを。いや、そもそも伝説にあった敵は本当なのかどうかを。その答えによってはわしは、そいつを倒さなくてはならん。タタイの話が伝説としてどう伝えられたか、私の知るところではない。ただし、会ったことは本当だ。昔私はある人間にタタリをかけようとした。しかしその時、その人間のパートナーであるサーナイトが、自らを身を犠牲にタタリを受けたのだ。にもかかわらず人間は卑怯なことに、サーナイトを見せて逃げ出した。やがてその人間はポケモンに転生した。ポケモンに姿を変えたその人間は、今もなお生きている。してその人間とは？その人間とは誰のことなのだ？シオ、安心しろ、お前ではない。今なんて言ったの？シオは伝説に出てくる人間はないと言ったのだ。なんと。なんでかな？僕、緊張きつやで体が動かないよ。よいしょっと。深呼吸しなきゃ。よかった。やっぱりシオは違ったんだよ。僕の信じてた通りだ。シオが、そんな奴なわけないもんね。それともう一つ。確かに私は世界のバランスが崩れると予言したが、人間がポケモンになったことと世界のバランスが崩れたことは関係していない。自然変動が起きる原因、それはまた別のところにあるのだ。いや、お前たち違ったじゃないか。散々死を疑ってさ。いや、それはすまない。ごめんな。
銀河のやつに乗せられちまった。え、いやいや、俺もそうじゃない、そうじゃないかと思ってたんだけどな。うん。しようがそんな全然見えないもんな。本当かな、まったく。それにしても、苦しい旅を乗り越え、よく真実を見せたものだ。お見事だ、しよう。はは。よかった。やっぱり僕の信じた通りだったんだよ。あれ？でもちょっと待って。じゃあ、シオはなんでポケモンになっちゃったのかな？シオが伝説に出てきた人間と違うのは分かったんだけど、だったらシオがポケモンになった理由ってなんだろう？シオは、一体誰なんだ？あ、地面が揺れてる！地震か！地殻変動だ。いろいろな変動がますます進んでいるのだ。そして、この地殻変動によって、今まで地中深く眠っていた大地の化身、グラードンが復活する。何？グラードンだと？グラードンが？何なの？そのグラードンって。神話の世界に語り継がれている伝説のポケモンだ。大地を盛り上げて大陸を広げたポケモンであり、海洋ガと死闘の末眠りについたされているが。グラードンが暴れ出したら大変なことになる。早く止めなければ。わしたちが行こう。僕たちも行くよ。いや、お前たちは残ってくれ。グラードンは今までのポケモンとはレベルが違う。ここはわしたちに任せろ。そういうことだ。お前らは久々に帰ってゆっくりしてろよ。心配するな。ゴールドランクは伊達じゃねえ。早い戦い続けですぐ戻ってくるよ。よし、グラードンを沈めに行くぞ。こうして、フーディンたちが復活したグラードンを沈めに地底へ行きました。一方、疑い晴れたシオたちは、長かった旅を終え、自分たちの居場所へと戻るのでした。キキ、お前ら、なんでシオたちを追っていかないんだよ。そんなことやられたってな。俺たちには無理だよ。シオたち随分遠くまで逃げたって言うじゃねえか。僕たち行きでもせいぜい群衆の洞窟までだよ。俺も後追ったんだが、あいつら炎の闇入ってきやがった。俺はとても入ってきて、もうそこでもう見失ったよ。俺は草タイプだからな、炎は苦手なんだ。シオたちがその後どうなのか知らん。しかしあいつらめ、炎の山に挑むとは、俺なんか違ってたくましくなったもんだ。ははははは。なんて出してるやつ、もう。そういう原画たちは何なんだよ。ずっと広めて何もしないじゃないか。そこまで言ったらお前たちこそ行けよ。俺たちはいいんだよ。シオがやっつけられた習性を受けるのが俺たちが行くんだけどね。チッ、勝手に決めてやがる。大変よ。チャーリーもどうした？シオが、シオが。おお、とうとうシオがくたばったか。違う、その逆よ。シオたちが帰ってきたなよ。なんだと。おお、あそこに。シオさん、帰ってきたんだ。みんなただいまー。うん、やっと帰ってきたよ、長かったー。ここはお前たちの？うん、ポケモン広場だよ。懐かしいよね、シオ。おい、ティラー。む、玄関かしばらくだな。なんだ、あの道たたいとは。後ろ見慣れないやつもいるし、俺、こいつ勝てねえんじゃねえか。玄関、お前の手がデタラメだったぞ。シオ関係なかったじゃないか。シオは無実だったんだ。うげげ！なんと、本当なのか？うん、9個になって聞いたんだ。シオは伝説に出てきた人間ではないって。それが分かったから帰ってきたんだよ。ウケケ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 、ちょ待って。まだ信用だろ、んな。そこまでの証拠見せてみろよ。証拠？そうだ、そういうことだ。へへへ。証拠早く出せよ、ほら。証拠はないけど。ケケケケケケ、証拠ですか、しょうがない。自分が倒せるからバカにするんで、ケケケケ。さあ、みんな。シオたちを立つんだ。キキキキキ。てんてんてん。ふけ？みんなどうした？シオをやっつけないのか？僕は前からシオさん信じてたんだ。お前なんかに騙されるもんか。ウケ！俺はもうやめた。俺は以前シオたちに助けてもらった。お前たちに言わされて仕方なく倒そうとしてたが。しかしシオが悪い奴にはどうしても思えないんだ。ウケケケ！俺はもういい。シオ信じるぞ。そうだ。証拠は何だってんだ。うげぎ、みんな、号外、号外。あ、来た。あ、察し。
あ、刺したよこれ。もう刺してんだよな、原作知ってっからな俺は。もうペリッパー、ペリッパーが決定的な証拠を出してくれるから。なんだこれ、なんか新聞みたいだわね。読んでみぞ。何ポケモンニュース号外、死を無実だった。キューコに出会った死はフーディンの立ち会いのもと、自分が絶対でないことを証明した。これよりゲンガーの言ってくれば真っ暗嘘であること判明した。終わり、終わり。お前らこいつらこそ倒されることになっちゃうんだよね。こいつらこそ倒されるべきだった。おかえりなさい。うん、ただいま。約束後で帰ってきたよね。無事に戻ってきたよ。ねえ。しよう。今日は疲れてるし帰ってんよ。明日から救助隊も復活だよ。